みなさん、こんにちは、伊口です。今回は、続けていじめを防ぐ方法を検討します。もし、あなたの友達があなたをいじめたら、どうする？すぐに縁を切るのか？アニメ、ドラえもんの中で、のび太が常にスネ夫とジャイアンにいじめられます。のび太がどうすればいいでしょうか？ずっと我慢しますか？反抗しますか？あるいはジャイアンとスネ夫と縁を切りますか？小さな子供たちは力がなくて利益の衝突がないから、普通の場合、いじめでも大したことがありません。のび太の場合、ジャイアンとスネ夫が特に意地悪なやつではありません。のび太が我慢しても大丈夫です。たまにドラえもんに頼ってジャイアンとスネ夫に反抗してもいいです。しかし、めちゃくちゃ意地悪な子供が少ないけど存在します。この場合、友達でもすぐに縁を切った方が賢明です。大人の場合、いじめが大きな問題になるかもしれません。大人が力が強くて利益の衝突が大きいです。いじめが大きなダメージをもたらすかもしれません。いじめのために自殺する人は常にニュースに見られます。子供なら学校に行かなくちゃいけないから仕方がありません。大人はいろいろな選択肢があります。一人でもできる仕事がたくさんあります。それなのに我慢して他の人に合わせていじめられて死いで集団の中に押し込むのが意味がありますか？私から見ると自分にとっても集団にとっても何の意味もありません。もしかするとあなたが自分一人で自分を養う能力を身につけていませんか？そうなったら学べばできますよ。赤の他人の間、いじめが発生しにくいです。ほとんどのいじめは、会社の同僚、上司と部下、友達の間に発生します。つまり、関係が強ければ強いほど、いじめが発生しやすくなります。日本社会は、絆が強い社会ですから、一丸になるのが、素晴らしいですが、いじめが多発の源になります。なぜなら、少しでも個性が強い人、自意識が高い人、みんなと違う行動をすれば、すぐに目立ちますし、いじめの目標になりかねません。例えば、昨年2023年の宝塚いじめ事件の中で、いじめられたお嬢さんは、皆さんと一緒に住んでいなくて、自分のアパートに住んでいたから、いじめの原因になるかもしれません。自分と違うやつをいじめるのが、決していいことではないけど、人類の本性に潜んでいます。人類の本性を変えるのがなかなか難しいです。中年の男なら別として、天真爛漫なお嬢さんたちまで、そんな恐ろしい一面ができるのが、その残酷な本性を十分に表しています。ですから、いじめられたくないなら、選択肢が二つあります。その一、皆さんと一緒に行動して自分の特別さを抑える。その二、皆さんと違う行動を取るけど、集団から離れて自分の世界を
作ります。日本社会はかなり進んでいる社会、高いレベルに達していますが、完璧な社会、どこにもありません。縦社会ですから、教育の階位がありますし、強い人と弱い人もいます。日本職場の中で、陰湿な人間関係は少なくありません。一人でいる状態をゼロに例えば、陰湿な人間関係の中にいるのがマイナスです。大人の場合、友達とか、上司とか、同僚とか、あなたをいじめたら、たとえいじめ以外にあなたの世話をしても、たとえ友達でも、上司でも、同僚でも、縁を切るのが一番安全です。大人は自分でちゃんと生きられるものですから、友達がなくて一人でいても大丈夫です。もしあなたが運が悪くて、あるいは運が良ければ、個性が強くて、知識が過剰であれば、皆さんと一緒にならなければ、普通の集団の中でいじめを受けやすくなります。真面目でちゃんと仕事をできる人でも、場合によって、いわゆる変なやつをいじめる人になりかねません。なぜなら、皆さんと一緒できちんと仕事をできる人から見ると、変なやつは皆さんに迷惑をかけて使えないやつです。集団主義の視点から見ると、この判断も一理があります。そんな場合、使えないやつになりたくないなら、むしろこのような職場を離れて、一人会社を作って、自分で自分を養う方がいいです。これで完全な新しい道を切り開き、社会にとって、個人にとって一番いい選択肢になるかもしれません。以降自身はどうですか？以降は個性が強くて、知識過剰な人です。自分を変えるのがほぼ不可能ですから、集団の中に溶け込んでなくて、自分一人で自分を養う職を選びます。例えば、大学の先生とか、YouTuber とか、研究者とか、楽しい生活を手に入れます。はい、今回の話は以上です。ご視聴ありがとうございました。